イナツさんこんばんは、マサールさんこんばんは、キッチンさんこんばんは、ブルーグラスさんこんばんは、サキさんこんばんは、ユウさんこんばんは、テソブシテロップ打ってました。スローカーブさんこんばんは、トモさんこんばんは、タカさんこんばんは、ユハイさんこんばんクララ、こんばんクララ、こんばんは、久しぶりです。ちょっとね、唇の色が薄いかな、めっちゃリップ出ちゃった。ゆずちゃんと話した？何をだ？おはようクララ。おはようクララ、ありがとうございます。最近ですね、あのね、前髪が伸びて伸びて、もうね、目にかかってる、今ね、巻いてるんですけど、なんか何もしないと目にめっちゃかかって、切りたいんですけど、自分で切ったら、ダメだから、ダメっていうか、私は自分で切ったらガタガタのおんまゆになっちゃうから、ちょっと切らないように頑張ってて、次のパラドラの時にさ、あのこの髪の毛こうメイクさんにちょっと髪前髪切ってもらえる方がいたら嬉しかったんだけど、まだわかんないんだけど、目元気になる。本当に目どんな感じ？白の服に合ってる。ありがとう、モバメ写真かわいい。あ、嬉しい。クルレンさんと、そうクルレンさんと一緒に、そう初めてね先輩とお出かけして、すごいね最初緊張したんですけど、すごい楽しかったです。あとね、すっごい美味しくて、私今昨日のメールにも送っているね、ベーグルと、あ、メールに送ってないか、間違えたけど、ベーグルとオムライスとフレンチトーストにハマってるんですけど、クルルンさんと行ったお店にで、オムライスもフレンチトーストも食べれて、そう、あとねスパゲティとかいろいろ半分こして、そう、すごく美味しくて、めっちゃ美味しくて、しかも楽しくて、クマさんがたくさんいて、もう本当に楽しかった。お店ね、本当に可愛かった。なんか、しかも私カフェっていうのに初めて行って、めちゃくちゃ可愛かったですね。そう、パフェもね、半分こしました。そう、クルレンさんと、私本当にね、先輩と初めてで、そう、めっちゃ嬉しかった、一緒に行けて。クマたくさんありました。クマさんなんか一回めっちゃ可愛かった。全然全然、クルリンさん優しいです。クルリンさんね、中3だったです。クルリンさんと意外と本当に仲いいです。クルルンさんツイッターのさん見てよ。お、ありがとうございます。クルルンさんすごく優しいです。そう、カフェっていうカフェ、あーでもなんだろう、コーヒー屋さんみたいな、コーヒーのカフェ、カフェっていうのかな、行ったことあるかもしれない、わかんない、行ったことあるようなないような。あ、でも最近白多いかも。でもね、この間白の時は本当にすごい ね、 あのね、この前白着た時は朝からマスカラで汚して、で家から出たらチョコレートで汚して、すごいね、しかもその日初めて着たやつで、そう、めっちゃね悲しかった。クルルンさん本当に優しいです。んで、こう私がクルルンさんのこう写真を撮ってる時、もうね、クルルンさん可愛すぎて、もうねすごかったです、可愛すぎて。そう、汚しまくりだったの悲しかった。でもね、全部ね洗ったら落ちた。クルルンさんとハート同じ、可愛いですね本当に。クルルンさんもハートも、ハートね、ハートも天使ですよ。私の母乳だとショック。そうなのよ。こんばんは、こんばんは。今日は何曜日、月曜日、火曜日か、火曜日か、
クルーンさんと映画約束したの。そう、次映画見たいですねって話してた。ハータン天使、ゆずきちゃん天使、みんな天使。こんばんみん、こんばんみん、おはみん。さあ、クルルンさん、かわいいです。さあ、昨日はね、バックダンサーでした。こんばんクララ、こんばんクララ。クルルンさんとは見せ違い、そうだと思う。15日、お、めちゃくちゃ久しぶりのパジドラです。ありがとうございます。ね、あ、嬉しい、本当に。ハッシュタグクララメールでね、返信してくださってる方、ありがとうございます。ねえ、もう全然下手くそじゃないよ、ありがとう。天使、そんなおはようクララ使ってる使ってる。この間ね、あのね、昨日だ、ゆいりさんがね、お疲れクララって言ってくれたの。あ、お疲れクララですって。そう、カレー、そう、友達とカレー行く。まだいつか決まってないけど。こんばんクララ、こんばんクララ。まごいちさん、かわいい、ありがとうございます。まざるさん、音符とハートとだるま、ありがとうございます。あ、カメラが戻った。疲れクララ、最近本当に梅雨がひどい。シューチリベボロンでも、私も見たい。買おうかな。その私さ、あのさ、全部見れるやつじゃないから一個一個買うんですよね。そう、私ね、ポムポムプリンカフェとシナモンロールカフェとかピューロランドに今すぐ行きたいです。これ最近買ったリップなんですけど、なんか416番のね、416番って読むのかちょっとわかんないんですけど、なんかオレンジのやつを、なんか私はイエベっていう、なんか黄色い肌だから、なんかオレンジがいいらしいって聞いた。だからオレンジ塗っています。私はね、ブルベリーになりたかったんですよ。なりたかったっていうか、もうなれないかもしれない、なれないと思うんですけど、すごいブルベの人に憧れるの。そう、私はすごい黄色い肌だから、日本人黄色っていうのか、なんかすごいね、黄色なんですよ、私の肌は。だからすごい透明感のあるね、方にすごい憧れる。こんばんは、こんばんは。白い服だ、天使すぎる。白い服、しばらく行くしかないから悲しいね。そう、8月生まれない。8月皆さんぜひぜひ会いに来てください。浴衣と私服と浴衣、そう、浴衣ですよ。どうしよう、髪の毛何しようかなと思って今から悩んでいます。そういえば、あー、見ました、ありがとうございます。トラさんで一番白いのしおりちゃんとかかな。そう、多分しおりちゃんとかかな。クルルンさんと、あ、そう、クルルンさんとね、遊んでた時に、あれね、すごい去年とかに買ってて、でもなかなか着てなくて、今年初めて着たんですよ、今年になって。そう、だからね、すごい着れてよかったです。かわいいよね。昨日のね、夜になんかね、なんかミルクわらびみたいのファミマの食べたんですよ。めっちゃ美味しかった。ミルクわらびっていうの食べてめっちゃ美味しかった。クマさんや、クマさん、クマさん、おきときひろたむさん、ハートありがとうございます。おごいちさん、アイスとタコありがとうございます。青パジャマさん、アイスありがとうございます。フォローしました、やった、ありがとうございます。皆さんフォローしてください。普通のわらび、うん、普
通のわらび餅あんま食べたことない。でもね、昨日ねわらび餅を買おうかなって思ってた頃だったんですけど、あのわらびを食べてもらってそう嬉しかった。こんばんは。今日寒かったですよね。聞いてください。もう本当に最近なんかもういつもより結構私早寝早起きだったんですよ前から。だけど最近なんかすごいねとっても早寝早起きで、昨日もあのバックダンサーから帰ってきてなんかあのメイク落とさずになんかいつの間にか寝ちゃってたんですよ。でなんと今日の朝4時に起きて、でそうメイクだけまず落として6時ぐらいまで寝てからそうまた起きたんですけど、なんかもう最近ねなんかすごい、だから今日もう4時に起きてたんですよ。だからもう今すごい眠くて、でその昨日一昨日もなんかすごい5時ぐらいに目覚めて11時ぐらいに寝てて、もう最近ねここ3日間ぐらいずっと5時ぐらいに起きてて、もうねだから夜すぐ眠くなっちゃうの。だからちょっとこの生活をやめてちゃんとちょっと夜の12時ぐらいまではちょっとなんかねやることあるからやりたいことがすごいあるけど寝ちゃうんですよ。だから寝ないで夜まで起きてたくて、で今もすごい眠くて、だからそうだから今日はでもちょっと起きてようかなと思ってるんですけど、そう夜早く眠くなっちゃう、夜朝早いからだからダメなの。だから今日はちょっと頑張って起きてて、うん、しっかり明日6時まで寝ようかなって思います。なんかでも朝は眠くないんですよ。朝こう5時に目覚めるじゃないですか。でだけど眠くないの。もう一回寝ようかなと思ったけど眠くなくて、夜すぐ眠くなっちゃうの。だから本当に日付越す前に最近寝てて、そう今はすごい眠い。いいな黒糖ミルクって私一番好き黒糖が。6時、そうでも学校の時は平日私はまあずっと6時で、でもなんかねもう小学校の時から6時台に起きてるから、まあ、それはもう慣れたんですけど、そう睡眠時間何時かな、でも普通に11時とか12時には寝てて、でも4時だから意外と短いですよね。そうでも本当に今眠くて眠い。でねこのあつが本当に横になったらもう私は起き上がれなくて、本当にこうちょっと横になったらもう起き上がれないんでお風呂に入れなくて、もうね本当にね私は一回横になったらもうダメ。クララこんばんは。こんばんは。なんかさ気づいたら朝の5時だったとかいう人たまにいるじゃないですか。だけども私はそんなにね夜中まで起きてらんないですね。いつもはこの前までは結構12時とかまで起きてたんですよ。1時とか最近はなんかすごい11時とかには寝ちゃってる気がする。11時半とか日付越す前には寝てるけど、本当は1時ぐらいまで起きてたい。そう今日はちょっと頑張って11時まで起きてようかなって。座ってれば多分起きてられるんですけど横になっちゃうんだよね。横になったらもう寝ちゃってる眠いから。11時、そう11時ぐらいまで起きてる。リビングで寝てたりはしない。そうちょっとね眠いね。でもさ授業受けてると私が一番眠くなって、だからもうめっちゃこんなねこんなに寝ながら寝てない。いや一応起きてるんですけどこんなになる。お肌のためのね、お肌に優しさだけ、私たまにメイク落とさずに寝ちゃうからもっと悪いかもしれん。すごい眠くて眠いですめちゃくちゃ眠い最近本当に。
5月病ですかね。もう終わったけど、5月は、いつも眠いで眠いよ、本当に本当に。ひろみさん、こんばんは。うん、最近いつも眠いの、ずっと。きっと暖かくなったからですかね。ゆきさん、こんばんは。ありがとうございます。わらび餅が食べたい。さきさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ゆずきちゃんの逆転王子様が良かったね。私でもオンデマンド見れてないんだよね。でも絶対可愛いよね。桜餅さん、桜餅、眠いの分かる。そう、今日はメガミンが出てますか、ドラさんは。ちょっとね、さくらんぼ今家にある、食べてないけど、もう変な勇気をして目を覚ますしかない。 LJK です。見えませんか、何歳で見えますか。私何歳に見えるだろう。こうやってやるとちょっと目が覚める気がする。何歳に見えますか、私。さくらんぼ食べたい。本わらびの抹茶いいな。でもね、昨日ね、しおりちゃん何歳に見えるって言われてたらね、あれ、高3に見えるって言われた。13って中3、あ、本当に？やった、なんかすごい嬉しい。普段ね、幼く見られないから嬉しい、ありがとう。眠気が映ってきた。ちょっとね、眠いね、本当に。だんだん眠くなってきた。でも中身は全然、多分ハータンとかの方が大人だと思う、私より。うん、中身は本当に全然大人になれてない、本当に。なんかね、本当に中3ぐらいから止まってる、すっぴん配信。しおりちゃんすっぴんでも本当に全然変わんない気がする。色白くてすごい可愛い。嬉しい。ズンさん、でもまだ8時台ですよね。8時台でこんな眠いってやばいよね。あ、手紙届きました。ありがとうございます。読みました、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんも書いてください。次多分15日にね、受け取れると思うので、ぜひぜひ書いてね。セナタンもズンさんも、そうなの。毎日アイドル100日以上の方が対象のやつだよね。私毎日アイドル今ゼロだから出れない。そらかずさん、いいね、ありがとうございます。ゆずきちゃん、なんとかある意味とととと見て、ね、ほんとにあくびがたまらない。また書いてください。15日のパジャマ申し込みね、ありがとうございます。ぜひ皆さん来てね。久しぶりのパジャマドライブ公演なので見てね。最近の出来事は、
大空ツインズ、すごい本当に。天使の尻尾です。あ、そうです。黄色の天使の尻尾をやってる。ハロウィンで壁、次は何だろうな。ハロウィンかな。嘘、わかんない。なんかいいのがあれば飾ります。痩せた本当に？嬉しいよ。でもね、私今日ね、自分が歩いてる姿をこうなんかさ、あのお店のさ、あのガラスとかに映るじゃないですか。こうして横目で見たらさ、もうめっちゃ本当になんか太ってて、もう本当にショックで痩せる決心をまたしました。ゆずとね、ゆずとあの痩せるって言ったじゃないですか。でも私 1.何キロかしか痩せれなくて達成はできなかったんですけど、継続するから、そう、まだ続ける。本当に？でも全然痩せてないよ。本当に痩せてなくて、もう本当にね、太って、でも1キロは痩せたけども、2キロ達成できなかったし、すごいさ、1キロしか痩せれなかった。だからダメ。本当に痩せたい。なんかさ、食欲を抑えられる人ってどうして抑えられるんですか？なんで食欲を抑えられるんだろう。そう、豊野の誘惑多すぎて、本当に甘いのも大好きだし、甘くないのも大好きだし、ご飯系も大好きだし、もう本当にね、食べ物全部大好きなんですよ。水を飲む。空腹になれる。スイーツが好き。本当に。でもね、ゆずきちゃんとね、今度ね、食べ放題行こうって約束しちゃった。欲張らないこと、それは大事かもしれない。私本当に食べちゃうから、いっぱい食べちゃうから、でもなんか夜は空腹に耐えられるんですよ。チアシード、あー、お腹で膨らむとか言いますよね。痩せたいけども痩せれない。眠い。私が考えるダイエット法は、私はなんか本当に早食いで、もう一口も大きいんですよ。なんかこう白ご飯とかこう食べた時に一口でかってすごい驚かれたこと、なんだかあれかあるようレベルで、ちょっと一口がでかくてめっちゃガブって食べるんですよ。でしかもあんま、すぐ飲み込んじゃうから食べるのが早くて、だから私は本当に女の子らしく可愛く食べるダイエットっていうのをやろうって思って、なんかこうね、ちょっと可愛い女の子はこうちょぴちょぴ食べるなと思ったから、でちょぴちょぴ食べれば、なんか自然と食べるのもゆっくりになるし、
だからすごい女の子らしく可愛く一口で小さくこうちょっとずつ食べていけば少しずつだし、食べるのにも時間かかってお腹いっぱいになるかなと思って、そう、それを最近やろうかなと思ってて、そう、ちょっとずつ食べる、女の子らしく食べれば、私はもうなんかもうこんなって食べてるからね、すごいいっぱい食べちゃうのかなと思って、そう、そう、私は本当に一口がでかいしすぐ食べるし早口だし、だからね、こう女の子らしく食べてれば、まあ満腹中枢にもいっぱいすぐねなってお腹いっぱいになるかなと思ってやろうかなと思って、それめ本当にそうだからさ、いいよね、そう、女の子らしく食べるダイエットっていうのをね発案しました。そうなんかね、なんか今まで一口30回噛むとか言ってたけど、まあ女の子らしく食べるようなのを意識すればいいかなと思って、いいね、ありがとうございます。そうでもさ、毎日やってもなんかその太ったってすごい落ち込んじゃうのが嫌だから、どうすればいいんだろうねと思って、こんばんは、こんばんはめっちゃ食べる、本当に、回転寿司2皿、私10皿は食べちゃうんだけど、回転寿司2皿は私お寿司大好きだから選べない、まずサーモンから入ってエビとかなんか縁側とかも食べたいし、エビ食べるし、サーモン食べるし、またお肉のも食べるしでみたいなやつで、茶碗蒸しも食べる、美味しいよね、あとポテトも食べる、あとねデザートも食べるよ、10皿全然いく、2皿はね、ダメ、安定のバイト中頑張ってください、2皿で十分楽しい、本当になんかさ回転寿司行ったらもっと食べたいのが出てきちゃうから、なんかね、ハータンが婚姻後にこんにゃくゼリーを食べてたんですよ、だから私も一時期それを真似してこんにゃくゼリー食べてたハータン可愛すぎてハータンの真似をしてた、だけどさその前に食べてる量が違うからさ痩せないよね、10皿は本当に全然食べれちゃう、5皿本当に、それ多いの分かんない、なんか回転寿司行くと全然食べれちゃうんですよね、何でもおいしそうだから、今日は9時半までやります、ハタンは痩せなくていいよ、本当にハタン痩せる必要ないよ、ね、全然、昨日はテンションがなんかねすごいね、今日なんかさやばいねってすごい言われた昨日でもそんなつもりない楽しかったそうテンション高かったみたいな、わかんないけどすごい楽しかった、40皿はすごい、40皿は食べない、ハータンが言ってた、なんて、まごいじさん、うまい、ありがとうございます、カロリーノートに、あーでもね最近食べたもの書いてるノートに、ハ
ータンは細いよね。顔だし、本当にハータンとは私は50メートルぐらい離れないと同じ顔の大きさになれない。ハータン顔が小さすぎて、ハータンに50メートル前行ってもらわないと私は顔がでかいまま。こんばんは。太る体質なの？いやでも太るけど、なんかめちゃくちゃ太りやすいってわけじゃない。私が食べる量が本当に多分本当に人の倍ぐらい食べてるからどんどん太っていく。でも太りやすくはなったの。小学生、すごい中学生の時にすごい毎年ね。でも自分がバカなんですよ。だって朝から本当にチャーハンにパンにとか炭水化物をなんか2つ食べてたんですよ。チャーハンだけとかにすればいいのに、チャーハンにうどんとか、うどんにパンとかすごいさ食べてたから、中学の時に。だからさ、あれなの、太ってただけで当たり前なんだけど、やばいよね。中学の時本当に食べてて、でそっからなんか部活が引退終わったのにそのまま食欲終わんないでずっと食べてるから、人より食べる量が本当に多いし、そうだからどんどん太っちゃうの。やばいよね。だから痩せたいの。本当に痩せたいの。本当に痩せたい。本当に痩せたい。本当に本当に今痩せたい衝動に駆られてる。それと同様に食べたいのもあるんだけど、部活はねバレー部でした。ウォーキングね、この前ね、あの携帯の何歩歩いたってやつ見たら10キロ歩いた。そう、最近でも9キロとか8キロとか毎日歩いて、細い面、周りも本当に細すぎて、ああ羨ましいって。だから痩せる。ゆうしゅんさん、だるまありがとうございます。はっさけさん、だるまありがとうございます。あの1回に10キロじゃなくて1日で、だからそんな多くないかもしれないけど、サーブフライ、トスはあんまやってなかったけど、でももう3年間ぐらいボール触ってないから今はできるか分かんないけど、そんな上手くないけど3年間やった。私は身長160センチです。マホピョンが、マホピョンになりたい。かわいいマホピョン。チョリちゃんも人参嫌い。やった、一緒だ。人参は本当に好きじゃない。シューズない。シューズもないです。やんないかなと思って、もうおそらくやることはないから。昨日手つなめたよ。わー、ありがとうございます。嬉しい。まだ身長伸びてる？いや伸びてない。もうね160で止まりました。膝にサポーター、膝はしてた。2が並んだ。何が並んだ？あ、ほんとだ、2222だ。イエイ、2222。そらちゃんからみゆちゃんとの写真メールでキャワってきた。そらちゃん、キャワ、そらちゃん、キャワキャワ。あ、ミュークテフト、あ、嬉しい。あのウィンブルドン見たいって言ってくださったですか。ありがとうございます。すごいね、お見送りで声かけていただけるのも本当に嬉しいです。
だから皆さんぜひぜひお見送りとかでもたくさん声かけてね。スローカーブさん、かわいい、ありがとうございます。キャバそらちゃん、キャバキャバ。配信でしかこれ見れない。でもありがとうございます、配信で見てくださって。伊勢丹さん、タコありがとうございます。そんなそんな、全然全然、うん、カッパ、かわ、カエルか、間違えた。なんでカッパって言ったんだろう、間違えた、カエルだ、かわいいカエル、ありがとうございます。カエル、ハート、ありがとうございます。クルルさんがクララの写真全然聞こえすぎ、ありがとう。カエル、ありがとうございます。かわいいね、ギフト。6月限定ですか。こうやると見える見える、どっちがよく見える、うーん、漢字かな。かわいい、ありがとうございます。カッパ、カッパじゃないか、でもカエル、これかわいいね、ギフト、ありがとうございます。カエル、もうすぐ梅雨、嫌でしょうがないね。え、もう梅雨、私嫌です。髪の毛がね、広がるんです。限定さん、つけてくださるんですか、ありがとうございます、嬉しい。片付けはね、終わりました。めっちゃ綺麗になった、保ってよって言われた頑張るカエルか、そう、髪の毛が広がって広がって嫌なの。そう、うねる、牛乳飲まなかった。給食の牛乳はまあ飲んでたけど、家ではそんな飲まなかった。なんかね、本当に髪の毛がね、パーンってうねうねって、なんかいいうねうねならいいけど、私はパサパサうねうねふわーってなっちゃうからすごい嫌だ。私ね、髪の毛の量が多くて減らしたい。いいな、宇都宮餃子いいな。そう、コンボだから嫌だよね、パサパサだし、うねうねだし、ふわーって最悪だよね。今日すごいいい天気だった気がした。でも雨か。そう、まとまりないです。なんかさ、一度はやってみたい、ももかさんみたいに短く。ヘアスペースもダメなのかな。うん、全然私の髪の毛はダメ。キープしても全然ダメだし、なんかオイル塗ってもダメだし、ツヤのスプレーやってもダメだし、クリーム塗ってもダメだし、何やっても私の髪の毛はダメだったカエル、ありがとうございます。最近ね、梅雨ですね、もう本当に。髪の毛切りたい。でも今ハーフだから切らないです。そう、私ケープ全然効かないよ。なんか髪質が硬くはない気がする。硬いのかな、よくわかんない。なんか触り心地は全然普通、今家にいるから大丈夫。
と戻ってきた、本当に。なんでだろう。カエル、ありがとうございます。うん。荒くなってきた？本当に？本当ですか？ファミコン画像、本当に？なんでだ？こうやってやってさ、直ったりしない？すぐに画質強くなったりする？じゃあ動かない。カエルありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。今日ね、いつもはこのショールームの画面の表示をコメントっていうところにやってるんですけど、今日タイムラインにしてるから、こうすごいギフトの表示もすごい出てくるから、今日すごいパッパッパッパってすごいお礼ができる。Wi-Fi さん画面ね、最近私ギガを使う量が本当に増えて、本当にやばいんですよ。めっちゃ一人で使っちゃって、ギガがやばい。すぐ低速になる。動かないとスーパーファミコン画像だね。動いた方がいいってことですか？動いた方がいいのかな。画面画質設定は特にいじってないです。私覚えた方がいいんですか？最近チョコミントにハマってる。めっちゃチョコミント好き。チョコミントのお菓子とか好き。あと塩のブラックサンダーおすすめだし、塩のカントリーマンもおすすめだし、塩の粒組も食べて美味しかったし、塩のチョコレート食べても美味しくて。山形県さん、カエルありがとうございます。めっちゃ塩が入ってたらもう何でも美味しいと思うから、塩好き。そう、チョコミント好きでね、餅のやつ、チョコミントのお菓子、あれ昨日ゆずにもらってめっちゃ美味しかった。塩のブラックサンダーは本当に美味しい。カントリーマンもめっちゃ美味しかった。いいね、ありがとうございます。ミント苦手な人多いよ。そうなの？めっちゃチョコミント大好き。チョコミント美味しいですよね。でね、チョコミントのパンが食べてみたい私今。10ギガ。私なんかさ、動画とかさ、YouTube とか見るとギガ食うとか言うけどさ、私全然そんな見てないのにさ、なぜかすごいギガ数いっちゃっててびっくりした。塩美味しいですよね。餃子とシューマイ、餃子かな。そう、パンがあるみたいで食べたい。チョコミント歯磨き粉を想像して、本当になんかチョコが入ってるとすごい美味しいですよね。へー、美味しいです。おすすめのチョコミントあったら言ってください。食べてみたいね。私も食べてみたいな。塩にぎり好き。お赤飯が好き。スイカパン、なんかさ、スイカの飴がさ、コンビニに行ってんの見るんですけど、美味しいのかな。絶対美味しい。スイカの入っちゃ食べたんですけど、前めっちゃ美味しかった。ガリガリ君のチョコミントね、セナタンからね、この前一口もらってめっちゃ美味しかった。ルックのチョコミントは、あ、それもね、ゆずから1個もらった。スーパーのチョコミント、シュークリーム、いいな。あ、チョコミントの蒸しパン食べたい。どんな味ですか？小山またカンパ、いいな。京都にね、私八つ橋を食べに抹茶食べに来てみたい。あと沖縄に、あとソーキそばだっけ、沖縄に食べに行きたいし、
北海道に海鮮丼食べに行きたいし、福岡県にラーメン食べに行きたいし、いろいろ食べたいです。タリーズにスイカスムージー、飲みたい。今度飲もう。飲む。サーティワンのクレープ、あ、一回だけ食べたことある。ユーシンさん、ハートありがとうございます。ラフテー美味しいよね。お肉でしたっけ、ラフテーって。違う、福岡の人、あのこの前北九州で握手やった時に、あの福岡県だったんですけど、だけどもんじゃ焼き食べてラーメンとか食べれなかったから、ちょっと食べたいです、福岡県の本場の。この前チキンブチラーメン食べたら本当に美味しくて、ラーメン屋さんの。お久しぶりです、お久しぶりです。ラフテーってお肉ですか、沖縄のお肉。スパムおにぎりが食べたい。私この間スパムおにぎり作ってもらったんですけど、めっちゃ美味しくて。サイリームは水色と白色です。ラーメン、私は餃子が食べたかったんですけど、お母さんとラーメン屋さん行って餃子頼みたいって言ったけど、いいよって言われて、あ、頼まなくていいよの方でいいよって言われて頼まなかったけど、ラーメンでお腹いっぱいになりました。お久しぶりです、プーマさん、お久しぶりです。水色と白、了解した。あ、ありがとうございます。美味しいよね。そういえば今も混ざってますか、画質。魚介類の出汁のラーメン好き。いい感じ、本当に良かった。じゃあ行くか。ラーメン食べたくなったね。ラーメン私もまた食べたいな。画質いい感じ。おー、よかった。うん、イエイ。ベーカリーロールケーキチョコミント、そうなの、いいな、食べたい。喜多方ラーメンは福島だっけ、食べたい。なんかね、一昨年ぐらいに福島にあの家族旅行行った時に喜多方ラーメンを食べて帰ろうとしたんですけど、閉まってて普通のラーメン屋さん入った。でもめっちゃ美味しかった。何系のラーメン、私はなんかねこってり系のやつが好きまだちょっとしか食べたことないんですけど、佐野ラーメンいいな、食べたい。なんか食べ物のフェスに行きたい。さつまいもフェスとかに行きたい。なんかね、前こってり食べたらすごい美味しかったの。背脂ラーメンは食べたことないです。クララの配信ね、ね、私も自分でお腹空いてくるでも食べない。冷やしラーメンあんま食べたことない。さつまいもフェスね、なんか開催してあるところあるみたいです。行ってみたい。カレーフェスもいいね。牛乳ラーメン知らない、食べたい。地元でうまいものフェス、いいな、行きたい。あー、あれ食べたい、大阪の551。デパートの物産展楽しいですよね。私すごい一時期ハマってて、すごい一人で物産展行ってた一時期すごいハマってた。そう、さつまいもフェスはあるみたい。あのね、この前なずなちゃんが、結構前だけど、
北海道の焼きそば弁当のお弁当のなんか焼きそばのペヤングみたいな焼きそば買ってきてくれてめっちゃ美味しかった。スープがあるやつ。晩ご飯まだ食べてないんですか？美味しいもの私はね今日は6時前にちゃんと食べました。そう、今日はねちゃんと6時前に食べました。そう、くるるんさんと一緒にご飯行きました。北海道限定かわかんないけどね、なずなちゃんが買ってきてくれたの。スリキツア弁当を、あー、メロンソフトはさ見たことある広告とかで、でも食べたことない。もう食べないです。今日は食べない。夜は食べない。そう、食べないよ今日は。お腹空いてきる。嬉しい。土屋太鳳さん似てるって言われませんかって。たま本当にごく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 本当に 0. 少し見てくださる方がいるでも全然似てないよ。もうそんな。なんか日本、一周して美味しいものを食べて回りたい。埼玉名物あれですか、十万石まんじゅう。食べたことないんですけど、埼玉といえば十万石まんじゅうっていうのがすごい聞いたことがあります。私は食べたことないです。私は可愛いのは嬉しいでもどちらも言ってくださる方がいるなら嬉しいけど。ギニーさんに似てるって、言われたことない気がしますよそれは。ギニーさんに似てるって言われたことはない気がする。ありますか？まんじゅう私も食べてみたい。うまい、うますぎるね。それかな多分。食べたことないけど、はいそんなことないよ。でもモーピョンかわいい。埼玉県出身です。私草加せんべい聞いたことはあるけど食べたことないどんなおせんべいなんだろう。どんなおせんべいなんだろう、草加せんべいって。では今日はもうそろそろ終わりにします。だけど皆さんぜひぜひフォローしてください。川越のもよかん食べたことない。こんばんは、こんばんは。川越は芋チップスみたいなやつを食べた。さやまつは飲んだことある？わかんない、飲んだことないかもしれない意外とさ埼玉のもの私食べれてない気がする。山田うどんも食べたことないし、川越はねこの間ね家族で行った。芋チップスねめっちゃ30分ぐらい並んで食べました。こんばんは。草加せんべいは普通の醤油せんべい。あ、そうなんだ。あやかんちゃん、こんばんは、こんばんは。ありがとう。とちおとめ、いいなー。ラーメン二郎は食べたことないけど、あのさ、日向坂さんのさ、斉藤京子さんがラーメン好きで二郎系が好きですっていうのを聞いたことがあって何年か前にそれですごいずっと食べてみたいと思ってる。新潟のグルメは食べたことない。 B 級グルメ、
ますね、やっぱ食べ物って。マーシーさん、こんばんけらら、ね、ラーメン、ラーメンです。いろんな食べ物の話いいね、食べ物って。ゆずきちゃんの豆知識かわいい。ラーメン食べたくなった。野菜増し増し、にんにく辛め油、へえ、にんにくって美味しいですよね。ゆきさん、こんばんは、ありがとうございます。梅雨入りしましたね。ねえ、梅雨入りして大変。パイナップルラーメン食べてみたい。ラーメン食べたい、ラーメン食べたい、本当に。なんか減ってきた。ではランキングを読みます。13位、ウッシーさん、ありがとうございます。12位、金次郎さん、ありがとうございます。11位、プッチャンさん、ありがとうございます。10位、マサールさん、ありがとうございます。9位、中身さん、ありがとうございます。8位、サクさん、ありがとうございます。2位、ユーシンさん、ありがとうございます。6位、ヒロトムさん、ありがとうございます。5位、スローカブさん、ありがとうございます。4位、限定さん、ありがとうございます。3位、オーちゃんさん、ありがとうございます。2位、フルームロさん、ありがとうございます。1位、孫市さん、ありがとうございます。あ、ごめんなさいね、せっかく来てくださったのに。またぜひ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 フォローして、またぜひ来てください。ありがくらら、ありがくらら、いえ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 ありがとうございます。ハートありがとうございます。フォローしてて、あ、ありがとうございます。嬉しい、楽しかったです。ありがとうございます。ありがくらら、ありがくらら、では、私はちゃんと今日は1時ぐらいまで起きて、明日はちゃんと6時ぐらいまで寝れるようにちょっと頑張ってみますでは、ありがとうございました。